一応今全世界で3店舗しか直営がないんですけど。あ、そうなんですか。新品の状態なんですよ、これが。自分で潰してかぶるっていう。今回はですね、老舗の名店がここにあるということで来ました。どこですか？ここはですね、日本橋。日本橋。なかなか来ないでしょ。来ない。来ないね。ここがなかったら来ないんだけど、まあ今回ね、Mr.GoodTone 広沢さんとフェリスの照英がまあ一緒に見ていくんですけど、ここはですね、150年の歴史があるアメリカのハットブランド、ステッドソンさんです。来ましたね。もうやばいやばいじゃん。やばいね。もうジョニー・デップも愛用するステッドソンにまあ今日来ました。でまあうちらさ、ハット好きじゃん。広沢さんも好きだし、照英もかぶるし、俺もたまにかぶるんだけど、ここでね、まあいいのが見つかれば最高っすね。いや楽しみ。楽しみだね。まあうちらも結構帽子関係、ハット関係初めてじゃない。確かに。Vlog。ね。すげえ興奮してるんですけど、まあ行きましょうか。行きましょう。じゃあ行こう。こんにちは。久しぶりです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 。どうもご無沙汰してます。久しぶりじゃないですか。ステッドソンの夏木さんです。よろしくお願いします。ステッドソンジャパンのアジア旗艦店の夏木とも申します。よろしくお願いします。アジアすごいですね。アジアのあれなんですね。そうですね。ステッドソン自体が一応今全世界で3店舗しか直営がないんですけど。あ、そうなんですか。3店舗やば。ね。一応アジアで唯一ここだけで、アメリカ店舗とベルリンのヨーロッパでの3店舗しかないんです。すげえな。3店で言ったらはい。アジアの人がさ、ここに来ないとさ、確かにね、買えないって。そうですね、もう韓国とか中国とかタイとかはこっちしかないですね。そうなんですね。内容もちょっと違っていて、まあ大体大まかに帽子、まあハットなんですけど、日本っていうのは割とヴィンテージライクな方によりの商品が結構多いんですよね。まあもちろんアウトドアとかもやってるんですけど、まあ本国アメリカだともうウエスタンとかアウトドアとかが中心になっちゃうんで。まあ古着好きとかアメリカ人好きな方とうちが一番特化してるのかなと思いますね。だって見るとさ、もううちらが好きそうなのがすごいあるね。もうやばい、欲しいのあるよ、もういきなりね。あっちの人見たいな。見に行こうか。かっこいいね。もうやばいねこれ。ちょっとさ、もう全部かぶっていこうよ。ガンガンかぶってください。ぜひぜひ。でもお店もすごい素敵ですね。ありがとうございますね。ちょっと分かりにくい場所ですけどね、ありがとうございます。一応片押しのものとオープンクラン型っていう、まあ、丸型から潰すタイプがあって、まあ片押しとかこの辺はもちろんアメリカの定番型なんですけど、片押しの、この辺があって、でこの丸型っていうのが昔40年代までってこういう新品の状態なんですよ。これが自分で潰してかぶるっていう、その丸箱に入ってたんですけど、ヴィンテージも一応うちね、まあ目安として置いてますけど、これが一応40sなんですけど、もともとはこういう丸型なんですよ。で丸箱に入ってたっていうものなんですけど、まあそのうち70年代とか60年代になってくると片押しになってたんです、プレスクラウンとか。なるほどね。もともとはこのオープンクラウンしかないんですか？そうですね。その前がまあボーラーだったりもあるんですけど、ボーラーはねまたね最初から潰せないようになってるんですよ。ああ、これ硬い。ちょっとゲントさんかぶってみる？かぶってください。これちゃんとメイドイン USA。メイドイン USA。やばいっすね。かぶる。日本規格のアメリカ製で、クラウンがちょっと高く作ってあるんですよ。割とアジア向けに作ったサイジングです。深く被れるんで、確かに結構深く被り心地がいいんですよね。色がこっちかぶって、これ一緒ですか？色違いですね。はい、これは並んでみて知った。あ、かっこいいですよ。かわいい色です。俺こっちの色のいいよ。あ、本当ですか？うん、色はそっちのいいかも。こっちの色がちょっとジョニー・デップっぽいね。ぽい。確かに色そっくり。これはぽいね。え、これ一緒？これちょっと材質が違って、モデル名は一緒なんですけど、これがまあ片押しで、こっちはまあオープンクラウンでちょっと本気で作った。素材は何になるんですか？ビーバーとウサギの毛で 50%50% で作ったものなんです。めちゃくちゃ高級感ある。すごいね。これがね、もうスペシャルになります。ジャパン企画、アメリカ製になってて、アメリカ製なんだけどジャパン企画。日本でしか販売してない。おっしゃる通りです。おお、やっぱりかぶらしてこれがね、そこがいいね。確かに最高級なやつ最初。あ、かっこいい。あ、いいねそれね。かっこいいねこれ。結構粒広いね。一番目玉商品ですね。いきなり目玉商品。これがもう一応1938年のウィーペットっていう、まあ、ジョニー・デップとか持ってるんですけど、これをまあ日本一年復刻して作ったんですよ。アメリカの方に依頼してなんとかできないかなってことで作ったものですね。じゃあアメリカでは買えない。アメリカは買えないです。だけです。じゃあジョニー・デップになりたい人全員これでもいいね。再現して作ったので、もうまあ物はもうめちゃくちゃいいですし、その内側の箔はもう全部当時と同じですね。はい。もう完全に忠実に再現して。このすごっと。やば。本当だ。代用品として使ってもらえるようなもの。決まっちゃったね。これはやばい。でこれがクラウン高いじゃないですか。こっち低いのが低いですね。これは何なんですか？これはウィーペットの今の定番なんですよ。これがまあ一応このチャコールグレーっていうまあ定番色なんですけど、これが今でも作ってますアメリカは。ちょっとでかいなこれ。まあちょっとね大きい60なんでいいじゃない。いいね。こっちの方があれだね。ここがスターが狭い。ネイビー。紺ですかこれ？紺ですね。紺です。はい。紺っていうのにね。やっぱね、ちょっとヨーロッパと違ってね、アメリカは独特な艶消しな雰囲気でしたよね。結局こういうオープングラウンド型でもかぶり込むと自分の頭型に馴染んできて沈んでくるんですよ。結局ね、片押しとあんまり変わらなくなってくるんですよ。硬いな。硬い。硬いんだ。うわ、すごい。これ本当にアメリカの田舎とかにさありそうだよね。打ってる打ってる。浮いちゃう。かっこいいよ。かっこいい。いけてる。似合ってんな。すでに。これやばい。かっこいい。それやばいね。ちょっとコスプレパーティー。いやもうここの一棚だけでもう終わっちゃう。すごいな。花はなる。すごいな。あれあったんでしたっけ？日本製のやつ。日本製もありますね。こっちが日本製のものですね。近年だとまあ一応コロナの影響もありますし、いろいろまあ円安とかもいろいろあって、まあ、アメリカ製のものとか結構モデルによっては廃盤になったりもし始めてるんですよ。で素材が変わらないけど値段が上がってきてるっていうのもあるんで、その分やっぱ日本製で全然できちゃうものもあるんですよ。でその辺が一応 WePet の日本規格になります。これはじゃあさっきの WePet と何が違うんですか？素材はまあ一応これはウサギの毛なんですけど、やっぱり木型からもう日本がうちが開発した木型なんですよ。あ、そうなんですか。かぶり心地やっぱりアジア向けにできてます。ああ、でもこっちの方が確かにかぶり心地いいんですよね。これ全然違うね。これがさっき一緒ですよね、形を。そう、モデル名は一緒なんですけど、アメリカ製日本製って感じです。でもこれも日本規格のアメリカ製。アメリカ製です。これはもう日本規格のもう完全に日本製ですね。はい。で素材は一緒。素材がビーバーウサギで、こっちはウサギ 100%。 こっちウサギ 100%。そう、ややこしいんですよ。最初なかなか覚えられないんですけどね。どっちの高級なんですか？まあビーバー入ってる方が高級って言われてますね。はい。こっちの方がレベルで言ったらまあウールが一番まあ安いですけど、まあウサギビーバーですね。はい。昔ってビーバーってまあ外周扱いなんでいくらでも処理できたんで、ビーバーが当たり前だったんですよ。でそのうちまあ処理しちゃいけないですよとかなってきて。こういったもう値段がおのずと上がってて、ビーバーが一番高いと言われてますね。水に強いんですよね。雨の日でも大丈夫。雨よけで。こっちの方がいいんだよ。めっちゃかっこいいね。うん、かぶり心地やっぱいいですよね。でもやっぱり触るとさ、全然違う。見てみましょう。きめ細やかさが違う。ビーバー100になってくるとね、もっとすごいですけど、まあこれでもね、十分。すごいな、本当はね。こっちウサギですよね。ウサギですね。はい。こっちの方がジョニー・デップ感がある。ああ、確かに。まあ夏だからさ、やっぱパナマハットの方がいいかもしれない。このカンカン帽がいいな、やっぱり。黒沢さんっぽいな。ぽいな。いいな、この色。カンカン帽もね、結構いい。うわ、ぽ。ぽいわ。持ってるじゃん、もう。すごい、何。硬いんだ。ちょっとねライトに作ったんですけど、つばがちょっと長くてフランをちょっと高めに、割とね昔のカンカン帽だとね浅いんですけど、深く作れる、かぶっていけるようにしてますね。はい。っこいいね。かっこいい。そういえばこれ似合うの多分広沢さんぐらいしかいない。かわいい。なんかかわいいな。確かに農業感出ちゃう。これかっこいい。これかっこいい。いいね。それいいのめっちゃ。ね。シャツにいいよねこれ。夏はやっぱこれがいいね。なんかもう涼しいもん。やっぱ頑張ってからこうやったらやっぱ全然違う。なんか軽いし、しかもまた。うん。被ってる感じがない。似てるとあれだね。やっぱ似合うね。うん。これかっこいい。夏だからさ、ちょっとパナマハットがいいよねやっぱり。ベルト暑いからさ。確かにね。うん。やっぱり手作りだからちょっと個体差っていうのは少しはその歪み方とか、うん、それと見た目がねちょっと変わる。こっちが透かしがあるんですね。透かしがあって、でこっちの方がリボンがちょっと厚いんですよ。本当だ。リボンのパイピングがちょっと厚い、ちょっとオールドチックなタイプ、うん、この辺とかで迷った方が楽しいかもしれない。違いがあるから、うん、これそれいいねやっぱ。うんうんうん。これでもなんか全然イメージ違うね、うん、この透かしがあるだけでね。これそれもいいな。えこっちの方が涼しそうね。涼しそうだよ、うん、どっちがこれ。これとこれね、ほんと好みなんですよね。俺こっちの方が好きだけど、俺はこっちの方がいい。おお、分かれたよ。分かれた。じゃあ次は翔也が決める番だよ。翔也に一回かぶってもらってる。確かにかぶって自分のかぶの違うもんね。確かにかぶり心地も違う。かぶり心地はそんな変わんないから。角が一緒だけどやっぱりかぶり心地がね、こっちの方がなんかいい気がするけど。そう、うん、どうかな。日本の夏はこっちなんじゃない。一回ちょっとあれこれ入んないかもな。頭ちっちゃいっすね。けどちっちゃいんだよな意外と。おお。見して。意外と人がかぶってみると結構目安になるかも。ああ。これでもちょっとオールド、これこっちのオールド感はあるからね。確かに。日本の好みですよね。リボン太いのがね。でもここがやっぱ透かしがある。どっちが数字に乗ってるの前やっぱこっちの方が風は入ってくるから全然違うんですけどね。これだけで結構やっぱ主張あるね。主張っていうかないとあるんで。透かしってもう最近からうちもまたやるようになったんですけど、今までってどうしてもね透かし入ってるのって年配の方がかぶってるイメージがあったので。これ昔からディテールなんですか。ディテールですね。透かしはこういう柄の透かしとかもあったりして、かっこいいですね。かっこいいですね。こっちの絶対かぶり心地はいい。ああ、これね日本製の場合は内側に調整テープがついてるんですよ。あ、そうですよね。そうでマジックテープでギューッと絞れるんですよ。ここに留めるだけなんで、女性の方とかでも全然いけるんですよサイズ。じゃあ基本的に女性もこれ OK です。なるほど。これでも女の子かぶっても可愛いです。可愛いですね。そうですね。サイズの心配はまずないですね。そういうことか。よっぽどハット好きな人って、まあメンズだと左なんですよリボンが。レディースだと右なんですけど、違うんだ、決まりがあるんだけども、まあやっぱり今はもうそんなあんまり気にしないんで、もう全然女性の方でもね、古着好きな方は全然ステストかぶるんで、おすすめです。これもかぶってみました？これ。あ、それ違うのか。そう、形がまたね、ちょっとすっきりめなイメージ。型が違うんですかまた。本当だ。それいいかも。かっこいい。結構色気のあるものです。これ自分と一緒です。これ。ああ、そうなんですね。チョップ型なんですよこっちは。こういう涙型ティアドロップ型っていうんですけど、ちょっとまあごつさがあるからこっちはまあスマートに見えるっていうか、ここがあるだけ違うね全然。ないとだいぶねすっきりはしますけどね。確かにね、すっきり見えるんだよね。確かにね。こういう網の細かさは全部一緒なんですよ。全員一緒なんだけど、やっぱりこんだけね形を変えるだけでも全然違う。普通のパナマとちょっと違うんですか。そう、これねパナマって、またフェルトとちょっと違ってくるんですけど、編み物なんでグレードが変わるんですよ、これ大体ねグレード3って言われてるんですよ、細かければ細かいほど値段がやっぱ上がるんですよ、時間かかるから。これグレード6なんですよね。まあ値段はね、その時代によってまたちょっと誤差はありますけど。ちなみに一番最高級はどれですか。最高級今あるのは6です。店頭にあるのはもっと上に作れるんですけど、かっこいい、かっこいい。細かいからのメリットは何なんですか？結局やっぱりかぶった時のフィット感と、あとは軽さ。軽いんだ。でこれが59で、これどうしようかな、これかぶってみましょうか。まあ雰囲気だけちょっと大きいですけど、軽いな。全然軽い。違うんですか？全然違う。やっぱね、これでグレード6だと歩くとふわふわするんで、この雰囲気が全然軽さが変わるんです。軽い。だってこっちの方がでかいんで、さっきより。だからこっちの方が重いじゃん、絶対本当は。こっちの全然軽い。なるほど。ちょっとデリケートですけどね、パナマはちょっと割れやすいとかね、いろいろありますけど、これも確かにいいね。かっこいい。かっこいいですよ。今年の新型ですね。ちょっとね、木型がちょっと違うから、かぶり心地は全く全然変わっちゃうんですよね。あとはまあ好みですよね、やっぱりハットって。リボンの太さでまた全然印象違うよね。これ細いのもあるんですね。そうなんですよ。本当だ。可愛いこれ。これだけちょっとなんかオプティモっていうね、昔のね、よくギャング映画とか昔こういうオプティモっていう変わった形ですけど、これでねみんなスーツとかサスペンダーとかにしてかぶらっていうかぶらして。黒沢さん良さそうだな。あ、いいな。ギャングっぽい。かっこいいんですよ、これは。俺かっこいいよ。見ると全然違うね。全然違うね。あ、これいいかも。いいですね。これ今のところ一番似合ってるかも。これいいか。見て、軽い、すごい。軽いです。可愛いんだよな。ギャング感は出ない。ヤングだね。ヤング感出ちゃってる。いや、これいいな。広沢さん、これめっちゃいいですね、本当。あ、悪くないな。広沢さん似合うな。あ、さっきのがいいね。あっちの。月さん、これ夏かぶると汗かくじゃないですか。これメンテナンスとかでどうしたらいい？これね、本当に夏物って結構デリケートで、汗じみって結構目立ってくるんですよ。なんでこまめに内側バンダナとかで拭いてまるとか、結局やっぱり涼しいになってくるとダメになっちゃうことが多いんですよ。だからあんまりパナマのヴィンテージって見ないじゃないですか。なんで大体3個ぐらい持っとくと10年ぐらいはローテーション組んで持ってくるって言われてます。これなんか風通しよくしてなんかこう天日に置いて、そうですね、天日干しでちょっと風通しいいところに。だから今年からも特にそうなんですけど、こういう透かしのね風入ってくるようなものが多くなったんですよ。なるほどね。だいぶ涼しいです、もう本当に。こっちのフェルトはどうやってやるんですか、メンテナンス？フェルトはもう動物系だから、逆にまあ革ジャンとか靴とちょっと一緒で湿気に弱いんですよ。カビやすかったりするので、まあ、通気性のいいところに置いてもらうか、防虫剤とかちょっと入れて保管するっていう、あれでもこちらで買うと箱に入ってくるやつ、物によってはまあつかないものも中にあるんですけど、まあ大体3万以上とか4万以上はつくものは多いですね。はい。それではそのまま入れてプロジェクトにしちゃうとかびちゃって、そう、忘れた頃にあれっていう時あるから、たまに出してあげて、そうですね、防虫剤2、3個ぐらいぶち込んでもらって。大体ね、2、3個ぐらい買ってくるともうかけちゃうっていう方が多いですけどね。入れちゃうともうどれが分からなくなっちゃうっていう。まあでもなんか気にせずね、ガンガンかぶった方が味が出ていいんじゃないですか。ジョニー・デップなんかボロボロっぽいよね。ボロボロね。穴開いてますもん、これね。それはかっこいいね、また。こういうのもあるんですね、こっちのハット以外にも。基本不覚消費も前から一応やっていて、だけど今年からはもうやっぱり新しいライン、アウトドアラインとかも結構増えたんですよ。こっちとかですね。本当はね、畑いいんじゃないですか、これ。確かに。みんなで。アメリカ自体とかはもう。うわ、これいいよ、これこれ。このラインが結構重要化されてるんですよ。こういうまあヴィンテージライクな方が多いから、今まであんまり直営には展開してなかっただけで、これいいですよ。ボーイスカウトみたいな。これみんなで畑やろうよ。いや、いいですね。これで。速乾性に優れててめちゃくちゃいいんですよ。これ取り外しでこれできます。できる。これ日本企画ですよ、これは。全部ですか？そうですね。この辺は全部そうですね。虫よけ、虫よりつきにくい素材になってるんですよ。だもうキャンプにはもってこいな響きですね。キャンプもいる。これマラソンとかいいですか？日焼けするとかいいじゃないですか。ね。うちはハンチングなんですよ。あ、本当。ね。それはもうこれなんとタクソさんっぽいでしょ。これ。ちょっとかぶって。これも日本なんですか？こちらも全部日本規格ですね。はい。買ってみますよ。別に匂いじゃないですか。うん。多分買ってきたかなって思うぐらい全然。かっこいいかっこいい。よいしょ。ロン毛の人めっちゃ似合います。確かにいいな、俺。昔の年代の昔結構ペーパーボーイって新聞配るヤングの人とか昔いたんですけど、それをイメージした作ったもの。ああ、なるほどね。生地もいい、めっちゃ。あ、そう。デニム？デニムの触ってみ。本当だ。あ、結構分厚いですね。音質は結構高い。色落ちとかしてくる。当たりがすごい出て、もう色落ちも楽しめますよ。いいね。これちょっと斜めにかぶる。あ、そうですね。はい。結構いいじゃん。これね、しかもね、ハリスツイードなんですよ。あ、そうなんだ。ハリスツイードとステッドソンの一応コラボレーション商品なんですよ。いや、むしろこれタクト好きじゃない？確かに。ね。ちょっとでかいね。ボリュームがすごい。でもかっこいいしかっこいい。雰囲気あるね。やばいってそれ。こんな。よくない？一周しておしゃれ。一周しておしゃれだとちょっと意味変わらない。可愛いんだよ。可愛いな。大丈夫かな。子供みたいな。負けちゃってないですかね。これで新聞配ってもらえない。後ろから見るとちょっとねダパンプっぽいよ。ああ、ぽいわ。取れる？取れる取れる。ジョレノン取ってますもんね。ここ。はい。いやめっちゃいいですこれ。ちょい。絶対可愛いよこれ。マリオ感がすごい。マリオ感がすごいよ。マリオやん。新しいキャラクターじゃない？マリオ、ルイージ、ショウヤっていうね。逆に黒だったらいいかもね。あ、黒は可愛い。これ？かっこいい。あ、黒だったらかっこいいよ。あ、かっこいい。かっこいいかっこいい。マジっすか？あ、かっこいいかっこいい。ちょっと踊って。マリオ。マリオ。あ、それいいじゃん。ね。うん。色落ち感めっちゃ良くない？形は結構違います。形はね、さっき被ったウールと一緒なんですよ。あ、一緒なんですかこれ？一緒なんです。だから全然被り心地変わりますよね。それいいじゃん。ジョニー・デップな感じ。これですね。生地がすごいガチガチなんで。うん。こっちの方がやっぱヴィンテージ感あっていいかもしれないね。加工してるんですよ。加工一個一個もう手作業で加工してるんですよ。この辺とかもね。こういったペンキとかカスタムでこういったその辺は一応こっちのブランドでファクトリーメイドっていううちの自社ブランドなんですよ。ああ、そうなんですね。これがステッドソンではあんまり作れなかったような国内のデニムとかをオンにして作ったものですね。うちのステッドソンデザイナーが手上げてるオリジナルブランドです。結構ね、海外の受けも良くて店舗もあるんですけど、まあうちが一番多いですね。あ、そうなんですね。古着好きな方にはもう本当にたまらないアイテムが多いですね。ヘリンボーンファームね。本当。自社工場で一から作ってるから、お値段もそんなに高くないです。なるほどね。あ、似合ってる。なるほど。上の服キャップとかね、ベトジャンをちょっとキャップに落とし込んだもの。可愛いねこれ。それいいじゃん。いいじゃん。いいっすね。いいじゃん。普通にかぶってそうでしょ。うん。いいねそれ。確かにこれでおみくじって間違いなく大吉ですよ。これですね、銃の弾を入れる。おお、なるほど。ベストとかにもあるけどハンティングのやつ。そうなんです。ハンティングジャケットを、あ、そうかそうか、これね。落とし込んだ。そういうことね。そういうことか。フィールジャケット。これ面白いね。面白いね。これ面白いね。なるほど。入れてたらおしゃれなんじゃない？いや、入れてたらおしゃれ。いいんじゃいいんじゃない。売ってんのたまにフリーマーケットでたま。そうですね。レザーもかっこいいよ。レザー醤油いいんじゃない？レザーさすがに醤油はこれはいけるんじゃない？さすがにこれだったら。うん。かっこいい。あれ逆にヤング感出ないです。かっこいいかっこいい。可愛さもあんなちょっと。うん。正面から見ると。横から見る限りなんか渋く見えない。確かに。ずっと横からこう喋る、横で喋る。かわいいな。こっちなんじゃ。こっちのはいい。こっちのはいいかもね。どうですか。いい。前も前も早く。え、かっこいいよ普通に。本当ですか？今日全部横側で撮って小学生が無理してレザーかぶっちゃってる。もうやってな、こうなったら一番悪く見える帽子ちょっとお願いします。おー、あ、でもいい、いいじゃん。羽も一応売ってるんですよ。羽売ってんすか？はい。あ、なんかちゃんとあれなってる。あ、ね。すごい。こんな感じで。うん。すごい悪い。かぶってるんですよ。